皆さん、こんにちは。編集すべき動画が多すぎて編集が溜まってる。悟りです。阪急のダイヤ改正、めちゃめちゃ内容濃かったね。小石だよ。さて、201系中央特快時刻表イベ、お疲れ様でした。今回はマイペースにフル編成獲得のために頑張りまして、23位を獲得いたしました。201系中央線といえば、電車で号でめちゃめちゃ運転した記憶が強いね。そのせいで、主的には未だに中央線のイメージは201系らしいです。まあだからこそ入手したんでしょうが。さて、201系中央線の客車はもはユニットの2両と、透明な客車、連結用車両の計5種類の模様。透明な客車はあれだね、4両や6両を再現するための客車だね。ちなみに今回の201系、高レアは先頭がクハ201とモハ200で固定みたいですね。要するに、207系や SL と一緒ってことね。はい、その通りでございます。さてそれじゃ、早速走行へ参りましょうか。性能は従来の201系と全く同じ性能ですね。それでは、いつものマップで走行させましょう。さすが7両、やはり長い。さてさて、今回もいつもの車両解説へ。と行くところですが、201系は過去動画で紹介してるので今回ははしょります。で、質問返信の動画まだ？多分誰も待ってないんだよね。まったく、後で無意識の力で捕まえてボコボコにしちゃうか。あ、それじゃあ皆さん、